はい、ということでですね、皆さん非常にですねこのゲーム長いことやっておりませんでした。去年のですね12月2021年12月からこのゲームのですね動画を上げていなかったんですが、一回なんか雪のコースのアップデートが来たのは知ってるんですよね。でその時ちょろっとアップデートしてやったんですけど、まあ他に作る動画とかが結構あったんで、もうそういうのやってたらですねこれ埋もれちゃったという感じなんですけど、結構ですねコメント欄でトラックシミュレーターアルティメットやってくださいっていうコメントがですね結構あるので、またですね最近もアップデート入ったと思うんですけど、まあちょっとまあ逆に言うとですね最近のアップデートで変わったところっていうのがちょっとわからないので、まあこれ順番に見ていってですね変わってるところを探していきたいと思います。あれあったかな、ちょっと覚えてないですね。あった、こんなんありましたっけ。あーそうそうそう、これはですね追加されて、あーレベルがまだまだやとか言ってたんですけど、あーこれ絶対なかったですね。あこれ新しいわ。ちょっとですねトラックも新しいのがちょろちょろ追加されてますね。これあったかな、ちょっと覚えてないですが、これ持ってますからね。はい、ちょっとですねうろ覚えで申し訳ないのですが、まあ、カスタム要素とかはまあそんなに変わってないんかな。クラクションオン、多分クラクションオンってなかったかな、なかったような気がする。あはい、これですね天気を選ぶことができると、まずこの左がですね夜とか、夜2つありますけど、朝昼午後夜こういうの選べます。で右で天候ですね、クリア、晴れ、時々曇り、曇り、雨が少ない、雨の、レインストーム、みぞれ、雪に覆われた、猛吹雪。すごいですよねこの量が、量がすごい。僕がですねちょっと前にアップデート内容を見た時はなんかワイパーの速度を変えれるようになりましたっていうのをなんかチラッと見たんで、この雨のにしましょうか。雨の、朝の雨のでいきましょう。雨の朝かな。お、降ってますね。かなりザー言うてますね。降ってるわ、めっちゃ降ってるわ。あ、すごい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 。降っております。わ、すごい。あ、これエアコンが窓の霧を取り除くのを有効にするとか書いてますね。わ、これリアル。リアルですね。お、すごい。地面のポツポツまでありますね。わ、しかもなんか、え、何これ太陽出てんのか太陽出ながら雨降ってますね。狐の嫁入り状態ですねこれ。狐の嫁入り状態。さあではなんか雷まで落ちてますね。はい、じゃあエアコンをつけたらどうなるのかなと。あ、オフか、これでいいんか。取れた、あ、取れてきた取れてきた。あ、すごい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 、切り取れました。すごいなこれ。つけていこうか。で、あとはですねワイパーこれです。あ、黄色くなりました。あれ、あ、ちょっと速くなった。青、おー、すごい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 、ええー、すごい押すたんびに緑、黄色、青でワイパーの移動速度変わりますね。おー、これはすごいわ、これはすごいわ。めっちゃぐちゃリアルですよ。ちょっとまあゴールするかしないかわからないですけど、あ、雷か。なんか音すごいな。はい、ちょっと今回ですね、運んでる荷物がようわかりませんが、とりあえず運んでいきますか。まあせっかくですね、久しぶりにやってるわけなので、ちょっとまあ黄色ぐらいにしようかな。ちょっと青は早すぎるかな、この雨の量では。いやー、このゲームもなー、左側通行できたらなー。
左側通行できたらいいのにな。運営さん、左側通行追加してくれへんかな。どうにかして Exit right. どうにかして追加してくれへんかな。ほんまにほんまに追加してほしい。右側通行。さあ、バスのゲームではですね、安全運転にしないと怒ってくる勢がですね、一定数出てくるんですけども、このトラックゲームの方ではですね、どんだけ飛ばしとってもかけるさん、ちゃんと安全に運転しなダメですよって言われることないんですよね。まあやっぱトラックはこう一人で乗ってるからまあいいっていう考えなんかもしれないですけど、バスはこうみんなで乗るもんやからちゃんと安全に運転してよねっていう皆さんの主張かなと思うんですけど、っていうかちょっとですね、これはリアルやな、これはすげえリアルになってますね。あ、ちょっと待って、アクセルライト、アクセルライト。オッケー、知らない、僕は知らない。いや、ちょっと待ってくださいね。これなんかめっちゃリアルやな。あ、すごい、今雷の感じはめっちゃリアルですね。ほら、これ対向のヘッドライトとかもこんないい感じについてましたっけ。これほら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 、あのヘッドライト、いや、このテールライトもですね、綺麗ですよね。普通に光ってますよ。ほらほら、普通に光ってます。今ちょっとですね、僕自身がヘッドライトつけてないので、ちょっとヘッドライトをですねつけてみたいと思います。行きます。うわっ眩しい。何これ、めっちゃ黄色いよ。あれ、なんでこんなんなってんの。これ色変えてた、変えてないですよね。めっちゃ黄色い。ちょっとですね、眩しすぎますね。これはこれは眩しいわ。ハイビームするか。うわー、これちょっと前の車もあれですね、かわいそうというか。右から行くか。ちょっと眩しいですね、ほんまに。ちょっと消しましょうか。これちょっと皆さん的にも問題かなと思うんで、ちょっとヘッドライト消します。消しました。まあロービームぐらいやったら、まあほんわりはしてるかもしれないですけど、なんかもうちょっとこう、なんか白い方がですねいいかなとか思って。これ何これ、あ、何これ、なんか右にすごい建設チックな工事現場的な。おお、すごいすごいすごい。今ちょっとあれですね、危なかったですね。で、これマップの拡張とかなってんのかな。こんなとこありましたかね。ちょっとマップの拡張的な気がします。いや、あったかもしれないですけど、あ、今ちょっと後ろでですね、荷台がぶつかってたね。てかこれ、ちょっと待って、あれか、めっちゃ長い式やな、これ。ちょっと今更なんですが、あ、ほら、めっちゃ長い式や、これ。あー、やばいやばい、やらかした。うわー、えぐい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 。はい、ちょっとえぐいことになりましたけど、これめちゃくちゃ長い式なんで、今これも多分、後ろ全部塞いじゃってるかな。ほらほら。うわ、何、なんか後ろの車くるっとこう右に回りましたね、今くるっと。ほら、めっちゃ長い。これはすごいな。さあ行きますよ。まあもうせっかくなんで、ゴールまでですね、なんかごちょごちょ喋りながら行っちゃいますか。まあ久しぶりっていうのもあると思うんですけど、
ちょっとですね、なんか見覚えのない道路というか、なんかこんな感じやったかなっていうなんか景色なんで、てかほんまにこれほんまにお願いから左側通行させてほしいな。やっぱりですね、この右側通行っていうのはやっぱ日本人としてはですね、慣れないというか、やっぱこう異国の地を走ってるなっていう感覚になってしまうんですけど、いくら景色がですね、こんなわけわからんなんか外国の景色やとしても、左側通行ってなるだけでめちゃくちゃですね、なんか日本感というか出てしまうというのが、まあ、この前のバシネタルテミット の編集で左右反転させるっていう動画の時に分かったんで、ちょっとですね、それどうにかして左側通行やってほしいですよね。もうなんか課金オプションとかでもいいから、それやってほしいな。まあだからまあこういう道の時だけこうね、逆走するっていう手もありなんですけど、まあ結局周りの車は右側通行で運転してる状態なんで、まあ結局ですね、変というか、今のバス結構あれやな、リアルやったな。っていうか普通に人乗ってましたよね、今今絶対人乗ってましたよね。え、すごいな、なんかこのゲームなんかめっちゃリアルさ増してないですか。やばいやばい、早いよ。これはですね、さすがに抜くのはちょっと危ないんで、右から抜きます。うわ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 、えっぐ、おお、全然止まらへん。何これ何これ、うわすごいタイヤ痕がついてます。せっかく抜いたのに抜き返されております。意味がございません。やばい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 、ちょっと待って、ちゃんと運転します。ちゃんと運転したけど、この車めちゃくちゃ遅いな。何これなんだこれは、早く行ってくれ。なんかブレーキしてるな、これ。ブレーキしてますね。疲れ、行こう。もうわけわかめ。はい、残りですね 770km ということで、まあ正直ですね、そんな進んでないですけど、これちょっとワイパー一回消してみましょうか。ワイパー消したらやっぱ水滴がですね、バーってついてくる。あー、すごいすごいすごい、うわ、でもこの水滴めっちゃリアルや。まあちょっとですね、なんていうか滴り落ちすぎかなっていう気もするんですけど、なんか黒い影みたいな、雫の、まあ、影というか通った跡ですねが、ちょっとまあ残りすぎかなっていう感じもするんですけど、あ、でもあれやな、ワイパー消したら若干、あ、そう、でもトンネル入ったらちゃんとなくなりましたね。すごいよ、やっぱそこらへんすごいよ。はいはいはい、まあとりあえずですね、ちょっとトンネルを抜けていきますか。これ抜けるかな、長いからな、後ろが。いける、いけそうやね、いけ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 。あー、多分後ろ事故ったわ、さっき後ろで事故ってたわ。けど荷台が長すぎて運転手気づいてないパターンやこれ。あれ、後ろなんかちょっとなんか衝撃きたなぐらいの多分レベルでしょうね。てかこれ普通にあれやな、 BM とか普通にこれ M? これ新しくなってますね、周り走ってる車。ほらだって普通に中身あるもんな。あ、人乗ってるわ。
あ、だからこんななんかリアリティックに、あ、すげえ、あ、すご、そういうことか。これ確か今までですね、人が乗ってたかな、人乗ってなかったと思うんですけど、検問所か、こっちか、確かね、人乗ってなかったと思うんですよね。乗ってたっけな、乗ってなかったはずなんですが、ちょっとガタガタしてグラグラして、はい、何キロ、25キロか。あ、今回めっちゃ重たいぞ。うわ、50トン、 50.25 トン、重たいですね。今回5000キロを運んでおります。重たすぎる、それはさすがに重たすぎるぞ。はい、ワイパーをですねちゃんとやりまして、ちょっとあの左がですねずっとあの、あ、開けますわ、左開けます。うわ、すごい、これ開けたらあれやな、音、エンジン音でかくなりましたね今、おそらく。すごいな、このゲーム、とことんちょっとリアルを追求してますね。だってこんななんかこんな窓の動きというかですね、これすごいよ、やっぱりすごいわこのゲーム、やっぱりすごいから左側通行だけ通過してください、お願いします。かなりたくさんの人が望んでいます、それは断言できるでしょう。あー、ちょっとこれあれやな、こうあの雨降ってるから遠くが見えにくいとか、ここら辺もなんかリアル、うおー、すごい、今の雷はちょっとおかしい気もするけど、ちょっと青すぎる気もするけど、ゴロゴロ言ってますわ。ヘッドライトつけたくなってきましたね。ヘッドライトつけちゃおうかな。ピッ。あれ。うわー、黄色い。やっぱ黄色すぎるぞこれは。これダメじゃないか。黄色すぎる。眩しすぎる。燃料がですね、やばいかなと思ったんですけど、意外と大丈夫ですね。やっぱりこのトラックシミュレーターアルティミットでも、まあ、バスシミュレーターアルティミットでもそうですけど、まあガソリン持ちますね。あれ、ちょっと待って、何これ、あ、絶対こんなんなかった、こんなとこは初めて通るぞこれ、何なのこれ、なんか狭いトンネル、狭トンネルやすごいこの狭トンネル、これ絶対なかったね。うわ、あれ、雨止んだぞこれ、雨止んどるな。うわ、この狭トンネル楽しいな。え、これ狭トンネル抜けたらどこに行くんやろ、また見たことないところかな。うわ、見たことねえわ。あれ、ちょっと待って、今対向にある3号おったような気がする、気のせいかな。あ、これ見たことないですね、このマップは。いつの間にマップが追加されていたのでしょうか。何、今の車は R3 号か。うわっうぃやばいです、ダメージを受けております、申し訳ございません。しかもこれなんかめっちゃ街並みでもないか、街並みでもないな、まだ道3車線あるしな、これまだ高速ですね、ですよね。これ料金所ってこれどこにあるんでしょう。
え、何これ、この右行ったあれか、レストランか、レストランですね。このまっすぐ走るのがね、意外と怖かったりするからね。っていうか、このゲームはまだあれなんかな、サイレン、道端での援助。何それ、道端での援助って、道端での援助新しいな。ちょっとでもこれもうちょい早い段階やったらよかったんですけど、ちょっとこれを押して変なことになったら嫌なんでやめときましょう。サイレン回しとくか。サイレンはですね、回しても運転席心では何も分からないですからね。ここは仮眠グッズか。なんか食べ物持ってたっけな。あ、持ってないな。これでも食べ物持っててもですね、運転席視点で食べ物やったら、もうなんかいきなりこうカバン漁るためにですね、右向き出すんで、これめっちゃ怖いんですよ。だから運転ちゃんと止めてから、カバンの中身の食べ物食べないと、まあ、運転止めるか、視点切り替えするかですね、しないとびっくりしますよ、ほんまに。僕は初めて食べた時ですね、もう叫びましたね。何しとんねんお前って言いましたね、確か。狭いわ。え、すごいな、なんかほんまにこんなに道追加していいんかな。やっとですね、あともうちょっとでゴールなわけなんですよ。ちょっと今回ですね、すごい長い動画になっちゃったんですけど、ちょっと適当に選んだコースがですね、ちょっと時間のかかるコースでしたね。まあただまあだいぶこのマップとかですね、まあ雨とか、雷もそうですけど、まあ、かなり楽しむことができたんで、まあ、あとはですね、駐車をちゃちゃっとやってですね、今回の動画終わりたいなと思っております。まあ、あとですね、VIP レベルも、全然上がる気配ないですし、まあ、そもそもですね、このゲーム、まあ、全然やってなかったですし、まあ、VIP レベルを上げてですね、お金も貯めたら、トラックですね、トラック買えるとかっていう、まあ、企画もあるんですけど、ちょっとですね、まあやはり、まあいろいろ忙しいということで、難しいですね。ちょっと前向き注射にさせてもらいますよ。もうそれはちょっと前向きでお願いします。もうなんならもうコマーシャルスキップでもいいぐらいです。普通な配送ですね。そして、ここに止めるということでございます。こんな感じでよろしい。まっすぐ行けてるか。 OK、 ダメか、もうちょい前かな。あれ、ずれてるこれ。あ、もうちょい前か。ああ、あれあれ、何これ、もっと前。おう、あ、いけたいけた。うわ、5520稼いだ。おお、成功ですね。まあでもこれは関係ないんかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。だいぶですね、リアルになっております。皆さんもですね、楽しんでこのゲームをやってみてください。